長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズはなくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作るみんなの未来に決まったそうですよ。性別に関わらずそれぞれが個性や能力を生かせて協力し合える社会が望ましいよね。県では男女共同参画の推進のためにさまざまな取り組みを行っています。長崎県が目指しているのは男だから女だからといった性別による役割分担意識の思い込み、決めつけ、押し付けをなくし、男女が互いに尊重し合い個性や能力を十分に発揮できる社会です。そのような社会の実現に向けて県では各地域に男女共同参画推進員を任命し、地域に密着した普及啓発活動をサポートしています。また男性の家事や育児への参画を目的としたイベントの開催や女性が活躍できる職場環境づくりを促進するため長崎女性活躍推進会議を設置し、企業経営者向けのセミナーなども行っています。推進員はどんな活動をしているのか詳しく話を聞いてみよう。桃子さん。はい、桃子です。県庁で長崎県男女共同参画推進員への委嘱状の交付が行われています。推進員は男女共同参画に関心がある方や地域活動経験のある方で、市長や町長の推薦を受けた方に県が委嘱します。今年度は新たに12人が委嘱されました。新上五島町で一緒に活動されている竹内さんと安永さんにお話を聞きます。去年は中五島高校の文化祭で女性に対する暴力の根絶のシンボルパープルリボンを使ったプロジェクトを実施しました。生徒や一般の来場者の皆さんと一緒に暴力の雨を降らさないという願いを込めてパープルリボンをつけたてるてる坊主を作りました。これからも私たち推進員だけでなく周りの方も一緒になって男女共同参画社会の実現に向け取り組んでいきたいです。委嘱状交付の後にはワークショップが行われ、参加者皆さんの無意識の思い込みに気づくために意見交換を行いました。男性女性じゃなくて、それぞれ個人の個性っていうのを大事に認め合いながらっていうのを非常に感じました。意見を相手に押し付けるのではなく、お互いに話し合ったり考え合ったりしながらいろんなことに生かしていくっていうのが今日のお勉強になったかなというのが。旭川市はもともと男女共同参画にとても力を入れている市なので、私の地域でも子どもたちと一緒に子どもたちの暴力をなくすオレンジのカラーのもの、結構婦人に対する暴力の色カラーは紫のもの、それを使っていろいろ小物を作ったりであるとか目に見える形で啓発活動を行いたいと思います。男は仕事、女は家庭といった性別に関する無意識の思い込みや決めつけが原因で相手を傷つけたり自分自身の可能性を狭めているかもしれませんね。そうだね。誰もが自分らしく生きられる社会をしっかり築いていこう。鹿だけに。